夜間とアイドル。三つ目がスポーツと、はい、スポーツはそのそうです、最近は見る方も好きで、ほら、はい、名古屋グランパスサッカー観戦だったり、名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうバスケットボールの B リーグのチームだったりとか、愛知県初で活動してるので地元のチームを応援する楽しさを感じてしまってスポーツ、ね、あとフルマラソンを走ったっていうのでスポーツって書かせていただきました。フルマラソンも、はい、フルマラ名古屋ウィメンズマラソンっていう愛知県の女性だけのマラソン、ええ、初挑戦しました。初挑戦、はい、ちなみにどれくらいのタイムで、4時間6分の52秒で、そうなんです、頑張れるんだなって思いました。それはグループでなの、自分で一人で、自分で一人でその愛知県のインフルエンサーとして、その1月ぐらいに走ってくれないかっていうのがありまして、で私もいつかフルマラソンなんて走ることないじゃないですか、だから走ってみたいなと思って、練習期間が1ヶ月半ぐらいだったんですけど、もう本気でやろうと思って毎日走ってました。そうなんだ、いや水泳も10年やって、もうあすごいあれなんですね、運動に関して。そう、なんかいっぱい、そうですね、すごい早かったわけではないんですけど、水泳っていうスポーツが好きです。いや、いいよね、これもうトライアスロンだねここまで来ると。やりますか。いやいやいや、もうスイムとあとバイクだけですもん。そうです、中高6年間は自転車通学でした。おー、山2つ越えてました。山2つ、あの女の子なのでもちろん汗をかかないように頑張っていこうと思って。確かにそうだよね。そうですね。でも、また漫画の話に戻ってしまうんですけど、ヨムシペダルっていう漫画が大好きで、自転車競技の漫画 で、主人公の男の子の小野田くんっていう子が、登りが得意なんですよ。なるほど。はい、登りが得意で、私もそれ読んで、山道なんて本当は嫌だったけど、小野田くんが頑張って登ってるから、私も鼻歌歌って登ってやろうっていうので、絶対降りないようにしてました。漫画のキャラクターがね、ヨムシペダルの、はい、やってるからで、はい、そうや、相当やっぱり漫画が占める要素は多いね。そうですね、自転車通学してた人は、はい、もうかなりな体幹に貯金ができてると僕は勝手な理論があります。本当ですか。はい、いや、いいね、ちょっとトライアスロン一緒にやりましょうよ。そうですか、はい、もうなかなかですからね、そう、すごい、でもよ、あ、ごめんなさい、話も 42.195km 走り切った時っていうのは、はい、やっぱりまた全然違う感覚なんですか。もう見たことない世界だから。少なくともこの誰もが、ね、やったことあります、平田もいますないです、フルマラソンした人なんて。で、私たちのマネージャーさんがスポーツマンなんですよ。あ、そうなんだ、あの人たち。スポーツで高校とか入ってたり、全国大会出てる方たちなので、なんかフルマラソンって言ってもできるっしょみたいなノリだったので。嘘でしょ。だから、ほんと、なんか私のフルマラソン走った直後の配信で、次のツアーを発表するとか、なんか できる体だったんですよ、全部が。できる手ってないよ、それがなかったらだと発表できないもんね、その企画自体。そうな、打ち合わせの段階が、だからよろしくねみたいな感じで、でもそんなことを含めてもスポーツ、はい、ちょっと全然自分が一人でフルマラソン走ってそれで告知するってめちゃくちゃなエースだね面白いけど、大好きだけど、びっくりしました、うん、3人の気持ちも背負っていかないといけない。メンバーさんにもその配信で見ててくれて、私見ててくれたんだ、来てはくれ、今のフルマラソンって GPS でどこ走ってるか分かるんですよ。え、ここの選手まで、ここの選手だから、ファンの皆さんもずっと私の番号を知ってるので今どこ走ってる、沿道での応援がコロナ禍でダメだったので。そうなんです。木本さん笑顔で言ってるけど、すごいプレッシャーでしょそれいや、そんな追い込み方、スーパータフを掲げてるグループなので、まあね、はい、なんかちょうどよかったかなって思います。ミニスカさんとはないですかね。ミニスカ？サンタ。ああ。
自分で個人的に。この番組は北郎さん、東郎さん、南郎さん、西郎さん、影郎さんの提供でお送りしました。今日はゲームをしよう。